頂上付近を東側から望む。朝日七霧道市所在地地図朝日七霧道市は、鎌倉七口の一つで、神奈川県鎌倉市十二所から横浜市金沢区、朝日七町を結ぶ峠道である。国の史跡に指定されている。現行地名に合わせ、朝日七霧切市と表記されることもある。鎌倉時代に作られた、鎌倉七口と呼ばれる離道の一つで、 鎌倉から三浦半島を横断する六浦道にある霧通しである。六浦道は鎌倉から放射状に伸びる鎌倉七口の中では最も長く三浦半島から東京湾房総半島へ出るルートにあり、その六浦道の峠道で最大の交通難所に当たる朝日七霧通しは鎌倉を囲っている周辺の岩山を福音約4メートル。 高さ10メートル以上ほど切り下げて作られた、改作路で、両側には幅30センチメートルの速攻を有する。歴史書である、あずまには、臨時元年11月に、鎌倉幕府執権、北条康時が、六浦未知の改修を表記し、臨時2年4月から命により、諸将に区間を割り当てて作らせたと伝え、県庁2年6月には補修工事が行われた。 上京2年の地市、新編鎌倉市には、朝日奈名切通し、アルハ日奈と桜と表記がある。それ以前の、玉船和尚鎌倉機には、峠坂とある。水運で、房総半島などとつながる鎌倉と、六浦津間の重要な交通路として、工事は進めたが、工事が進まないことを有料した、執権、大寺自ら、工事現場に出向き、 自らの乗馬で土石を運び着工に寄与したという。その工事以前からこの道筋が存在したかは不明で、現在は、公益財団法人鎌倉風地保存会が所有する十二、諸家樹園のある七曲りの地名のある沢筋から、尾根道に登り、熊野神社を通る道筋などのルートのバイパスとして、整備されたとする説がある。江戸木の道づくり供養等が見られるように、 新編相模国風土機構などから数度の大規模な改修が確認でき、中世の矢倉の位置からも現在の路面が改修により掘り下げられたようになったことが伺える。峠の頂上付近のあたりが大霧道士、それより金沢よりを小霧道士といい、1969年6月5日に朝日七霧道士として国の史跡に指定された。 直線的に切り開かれていること、鎌倉側の雨が降ると稼働になるような、業界室で岩、砂岩が露出した、路面部分が特徴的である。朝比奈三郎義秀が一世にして切り開いたという、伝説から朝比奈の名前がついたという。六浦世家先に、和田山の地名障子が残り、武装国境になっていた尾根道が十二所付近の尾根伝いにつながっていた。さらに、 沼や裏号へ連なる。北側の国境は、現在の霧しをさらに降りた、堺地蔵とも花立地蔵の名もある、美欠地蔵付近から、白山道の名もある道沿いに、現在の朝日名町の東側境界線をたどり、途中で、マ利屋方面からの道と合流して、愛部水道付近の尾根道につながる。鎌倉周辺にある現在ハイキングコースと言われる道路には、 古代以来の生活道路の名残があり、後世に鎌倉七口と名付けられた道以外にも、多くの暴動があったことが伺える。さらに、和田氏の痕跡の可能性があるところとして、金沢区大道二丁目の大道小学校付近に、生寺和田があり、和田の宿の名も伝わる。どちらも、六浦を掌握する拠点であった可能性がある。霧通し途中にある、熊野神社は、 鎌倉の鬼門の守り神として建てられたと言われる。霧道市に変わる道路として、1956年霧道市の北側に、神奈川県道204号金沢鎌倉線が開通したことにより、幹線道路から外れ、歩行者のみが通行できる道となっている。2019年9月の大雨と続く台風の影響で通行止めとなったことがある。 abcd 竹部健一2015ピアニッシモ八十五八十六朝日七々霧道市国指定文化財等データベース2015年4月1日閲覧新編鎌倉史館の8早稲田大学古典籍総合データベース請求記号004004330005 P65 新人物往来者、北条氏系婦人名辞典356校、平成19年7月26日文部科学省、国時代109号を呼び、平成20年7月28日文部科学省、国時代126号をこの不死、次のウェブサイトによる。鎌倉指導水路管理課、鎌倉路政。 9月3日夜の大雨の影響で、朝日七霧同士は、横浜市域で土砂崩落があり、通り抜けができなくなっています。ツイッターより2019年9月11日閲覧。史跡朝日七切通及び大仏霧同士の通行について、鎌倉市オリジナルの2019年9月11日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20190911022052/https:www.trip-kamaakura.com/article/6784.html2019 年9月11日閲覧。ありがとうございます。